どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、歌ちやかまんじゅうよ。大分県の方言で、汚い、バッチリ、って意味の言葉じゃない。こんなに清潔で綺麗好きな赤まんじゅうちゃん、なかなかいないわよ。またいきなり変なこと言ってきた代わりに、今日も何か興味深いことを教えてよね。ふふ、まあいいぜ。じゃあ今回は、残念すぎるミス、事故で他界してしまった人たち33選総集編パート2を紹介するぜ。今回も、かなり人気シリーズからの総集編になるのね。ああ、世の中には想像を絶する恥ずかしい失敗や、驚きの事故によりこの世を去ってしまった人たちがたくさんいるんだ。今回はそんな人たちを、過去動画の総集編という形でお届けするぜ。こんなこと言っちゃなんだけど、これはかなり興味を惹かれるわね。早速だけど、動画をスタートしましょうよ。ああ、そうしよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。残念すぎるミス、事故で他界してしまった人たち10選、パート5。どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、よもだ赤まんじゅうよ。愛媛県の方言で、いい加減、無責任、って意味の言葉じゃない。こんなに真面目で責任感のある赤まんじゅうちゃん、他にいないってのに。またひどいこと言ってきた代わりに、今日も何か気になることを教えてよね。ふふ、怒られてしまったぜ。OK だ、じゃあ今回は、残念なミス、事故で他界してしまった人たち10選、パート5、を紹介するぜ。前回、過去の総集編をやって好評だったシリーズね。ああ、そうだぜ。今回も歴史的な偉人から現代の人たちまで、目を疑うようなミスでこの世を去ってしまった人たちについて解説していこうと思う。中にはみんなが知っている日本の偉人もいたりするから、楽しんでいってくれ。それは雑学として、普通にためになりそう。早速だけど、解説お願いするの。よし、わかったぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、徳川家康、天ぷらを食べすぎていく、だ。徳川家康って、あの家康公よね。ああ、江戸幕府を開いたあの徳川家康だぜ。徳川家康は1542年生まれで、1616年に75歳でその生涯に幕を閉じたんだが、彼が死んでしまった原因が、天ぷらの食べ過ぎ、にあったという説があるんだ。天下の家康公が、そんな理由で、ああ、慶長日記という書物に詳細が記されていて、当時流行っていた鯛の天ぷらが献上されたんだが、あまりのうまさに、家康は天ぷらを食べ過ぎてしまったそうだ。それにより腹痛を起こしてしまい、そのまま亡くなってしまったと言われているんだぜ。食べ過ぎたって、どれだけの量を食べたのかしら？それにしても、天下統一を果たした大将軍が食べ過ぎで行ってしまったって、ちょっと悲しいわね。だが実は、家康の死因は本当は別にあったのではという説もあるんだぜ。実は家康は亡くなる前から胃がんを患っていて、本当の死因はそちらにあったとも言われているんだ。そうだったのね。癌が原因だったなら、75歳って年齢を考えたら仕方ないかもだわ。歴史上の話なので家康の死因については諸説あるようだが、ぜひ歴史に詳しい人の意見を教えてほしいな。次に紹介するのは、哲学者、笑いすぎていく、だ。笑いすぎが原因で死んでしまうことって、本当にあるのね。ああ、この話は紀元前の頃まで遡る出来事になってしまうんだが、なかなか面白いぞ。古代ギリシャにクリュシッポスという哲学者がいたんだが、彼はなんと、酒に酔ってイチジクを食べようとしているロバを見て、その姿に笑いが止まらなくなり、その結果、笑い死にしてしまったらしいんだ。古代の哲学者の笑いのツボが独特すぎる。まあ、こちらは大昔のエピソードなので真偽のほどは定かじゃないが、現代でも笑いすぎて死んでしまった人はいたりするんだぜ。1989年にデンマークの聴覚学者、オレ・ベンツェンさんが、ワンダとダイヤと優しい奴ら、というコメディ映画を鑑賞中に激しく笑い出し、それにより心臓発作で亡くなってしまったそうだ。過度に笑いすぎちゃうと、かなり心臓に負担がかかっちゃうってことよね。そのようだな。みんなも笑いすぎで死んでしまった日には目も当てられないから、気をつけてくれよ。次に紹介するのは、夫の車の整備士と不倫していく、だ。これはかなり下水最後ね。タメカさんという女性は、夫の車を担当していた整備士と、いつの頃からか浮気関係になっていたそうだ。タメカさんと整備士は人目を盗むためか、締め切った車庫に車を止めて、エンジンをかけたままの車内で、夜の整備、をし合っていたらしい。大人ビデオでならありえそうな状況だけど、まさか現実にこんな話が起きるなんて。その結果、締め切った車庫に車の排ガスが充満したことにより一酸化炭素中毒を起こしてしまい、二人は気を失ってしまう。
そしてそのまま、二人は亡くなってしまったんだ。しかも二人の遺体は、夫が第一発見者として見つけたそうだぜ。亡くなった二人の状況を見て、自分の妻が担当整備士と浮気してたって気づいたってわけよね。最低すぎるけど、当事者だったらと思うとどんな気持ちになるのか想像つかないわね。情けないような悲しいような、ムカつくような、気持ちのやり場をどうしていいかわからなくなるだろうな。ちなみに、車での一酸化炭素中毒は、割と現実でも起こりやすいから、みんなも気をつけてくれ。車中泊中に車の窓を閉め切っていたり、車のマフラーが雪で埋もれてしまった状況などで起こりやすいみたいね。そうなんだ。最近はオートキャンプや車中泊が流行っていたりするが、こういったトラブルに注意しながら楽しんでくれ。次に紹介するのは、パーソナルトレーナー、測り間違いで行く、だ。これもきっと、現代人のお話よね。そうだぜ。ただこれに関してはみんなも陥るかもしれない事例かもな。2021年1月5日、北ウェールズ在住のトレーナー、トーマス・マンスフィールドさんは、購入したばかりのカフェイン粉末を使って、自家製のドリンクを作成したんだ。ところが、彼はドリンクを飲んですぐ後に胸を押さえて苦しみだし、口の中は泡立ってしまっていたという。ただカフェイン入りドリンクを飲んだだけなのに、なんで？どうやら、彼は粉の量の計算を間違えたようで、コーヒー200杯分に相当する量を飲んでしまっていたみたいだ。奥さんがすぐに救急車を呼んだが、彼の脈拍は異常なリズムを打っていて、カフェイン過剰摂取が原因で亡くなってしまったんだ。その後の検査で、トーマスさんは致死量の5倍のカフェインを摂取していたことが判明したぜ。5倍って相当よね。こういう測り間違いは自分の身にも起きそうだし、ちょっと怖いわ。そうだな。こちらも最近のフィットネスブームでいろいろなサプリメントなんかが手軽に手に入るようになっているが、用法用量をしっかりと確認して、正しく摂取してほしいな。次に紹介するのは、自分の占いを当てるために行く、だ。これはかなり香ばしい雰囲気が、歴史上の偉人かしら？さすが霊夢、正解だぜ。これは、ジェロラモ・カルダーノという1500年代の占星術者、兼数学者に関するエピソードだ。彼は現代においても、天才、と称されていて、計り知れないほどの功績を持っているんだ。具体的には、どんな功績を持ってるの？三次方程式の解を導き出し、虚数を発見し、確率論の基礎理論を確立したんだ。おまけに医者でもあり、蒸気フスを発見した人物でもあるぜ。ガチの超天才で草。そんな人が、自分の占いを当てるために行っちゃったって、なぜなのよ。カルダーノは前述の通り占星術者でもあり、結構な数の予言を的中させていたらしいんだ。そして占いや予言の一環として、彼は自分の死期を1576年9月21日と予言したんだ。自分の最後の日を予言するなんて、まともなメンタルじゃ普通できないわよね。そうだな。だが、彼がその日を迎えても何も起きず、元気なままだった。あらら、予言は外れちゃったのね。カルダーノは、自分の占いを的中させるためなのか、もしくは予言が外れたことがショックすぎたのか、当日に自ら命を絶ってしまったそうだぜ。天才の考えることは、よくわからないわ。こんなことで命を失っちゃうくらいなら、我慢してもっと知恵を世の中のために役立ててほしかったわね。次に紹介するのは、火山にダイブしていく、だ。もはや漫画の登場人物みたいな生き方ね。ああ、これは紀元前490年頃に生まれた、古代ギリシャの自然哲学者、エンペドクレスにまつわるお話だぜ。彼は、万物の根源とは何か、を考えた自然哲学者であり、同時に天候を操る予言者、そして医者としての顔を持っていたそうだ。このエンペドクレスって人も、かなり優秀な人物だったのね。ああ、当時の人々から、神のような存在として崇められていたらしいな。そんなエンペドクレス自身も、晩年は自分が神々の一員であると考えていたそうだ。そして、それを証明するためとして、エトナ山の火口に自ら飛び込んだという。マグマに自分からダイブしちゃったのね。そうなんだ。だがいかに優秀な哲学者といえど、さすがに炎耐性はゼロだったようで、彼はそのまま行ってしまったぜ。少なくとも、火属性の神ではなかったというわけね。どうも昔の偉人って、優秀だけど思考がぶっ飛んでいる人が多い気がするわ。次に紹介するのは、毒親警察官の犠牲になってしまった少年、だ。これは、ちょっと胸クソ寄りのお話っぽそうね。ああ、犠牲者ではなく、加害者が残念すぎて最低なパターンだぜ。この写真の左の少年はトーマス・ウルバ君で、当時8歳だった。彼はある日、元警察官の父親から、なぜかガレージで寝るよう強要されてしまったらしい。何かを叱るためか、しつけとしてだったのかしら？それにしてもひどすぎる命令だわ。
その結果、トーマス君は残念ながらガレージで凍死してしまったんだ。発見された時、彼の体温はわずか24度ほどで、体には複数のあざや傷があったらしい。ってことは、この親は日常的にトーマス君を、ってことよね。まだまだ若くてこれからの人生楽しみだったろうに、トーマス君がかわいそうすぎる。これはマジでこの毒親が残念すぎるし、最悪よ。本当だよな。こんな事例が世の中にあるということ。しつけと称しての逆丸行為が横行しているという事実を、みんなに知ってもらいたかったぜ。日本でも最悪の事態にならないと、被害者を保護できない実態があるし、考えものよね。次に紹介するのは、手榴弾を持って記念撮影し、行く、だ。これまたギャグ漫画みたいな展開ね。本当に実話なの？ああ、これは2017年に実際に起きた話だぜ。ロシア在住のアレクサンドルさんは、自分の車の中で安全ピンを抜いた手榴弾を手に持つ写真を撮り、それをチャットアプリを介して、複数の友達に送っていたそうだ。なんでそんなことしたのよ、理解不能だわ。どうやら、友達たちを驚かせる目的だったようだぜ。もしかしたら、それを SNS にアップして注目を集めようとも考えていたのかもな。友達たちはそんなことはやめるようメッセージを送ったが、返事は返ってこず。メッセージを送った時にはすでに手榴弾は爆発していて、アレクサンドルさんはこの世を去っていたんだ。残念だけど、こういう自撮りが絡む事故は、ほんと現代っぽいわよね。そんなことしたら、命を失っても仕方ないわよって行為ばっかりで、正直同情しきれないわ。間違いないな。もしも万が一、みんなが手榴弾をゲットした時は、こんなことしないでくれよ。絶対にそんな状況ありえないけど、一応注意しておくわ。次に紹介するのは、有罪判決から逃れようとしていく、だ。概要を聞くだけじゃ、何が原因で言ってしまったのかさっぱりわからないわね。こちらのトルコ在住の当時24歳の男性は、傷害罪により有罪判決を受けてしまい、社会奉仕活動をするよう裁判所に命じられたんだ。だが彼は、その罰から逃れようと、とんでもないことを画策するんだ。1ミリも反省してないわね。男性は、怪我を負って病院に入院しようと考えたようで、友人に協力を仰いで、背中の上に枕を2つ置いて、そこを銃で撃ってもらったらしいんだ。銃の威力が、2つの枕で弱まると考えたってことよね。小学生みたいな発想ね。霊夢の想像通り、彼は軽傷を負うだけで済むと考えていたみたいだな。だが、この時に用いた銃が散弾銃だったため、かつ撃ったのが至近距離だったため、この男性は命を落としてしまったそうだ。ゼロ距離からの散弾銃が被弾したら、ひとたまりもないわよね。素直に社会奉仕活動しておけばよかったのに、まさにその通りだな。最後に紹介するのは、食べ急ぎすぎていく、だ。めっちゃ美人さんだけど、結構残念な最後を迎えてしまったのね。この方はどんな人だったの？彼女はタイ人の人気インフルエンサー、アリサラカブデチョさんだ。2016年にポケモンの T シャツを着た姿がバズり、インスタのフォロワー数も108万人に上り、コスプレイヤーやネットアイドルとして人気を博していた人なんだ。ピンクのプリンが、この上なくプリンしてるわね。彼女の人気ぶりは凄まじく、ゆっくり食事をする暇すらないほどに多忙だったらしいんだが、2022年3月のある日、豚肉とおかゆでできたケバブを急いで食べたところ、気管に食材が詰まってしまい呼吸困難に陥ってしまったんだ。家族はすぐに病院に連れて行き治療が施されたが、医者からは、9分遅かった、と告げられてしまったらしい。ね、9分遅かったって、かなりシビアな状況だったのね。アリサラさんはそのまま昏睡状態となってしまい、それが2ヶ月以上続いたそうだ。そして2022年6月6日に、アリサラさんの容態はさらに悪くなってしまい、亡くなってしまったという。まだまだお若かったでしょうし、悲しすぎるわね。それにしても、早食いとかよく物を噛まずに食べるって、本当に危険なのね。そうだな。日本でも赤飯のおにぎりを一気食いしようとして、この世を去ってしまった YouTuber さんもいるからな。こういった行為は、ふざけ半分でも絶対にしちゃダメなんだぜ。アリサラさんは普通に急いでご飯を食べただけだと思うけど、自分の身にも同じことが起こりかねない気をつけなきゃね。残念すぎるミス、事故で他界してしまった人たち12選、パート7。どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、ゲレッパ赤まんじゅうよ。北海道の方言で、再会、ビリリケツ、って意味の言葉じゃない。私はこれでも優秀な巫女なのよ。ビリッケツなわけないでしょ。まったく、またおかしなこと言ってきた代わりに、今日も何かゾクッとすることを教えてよね。仕方ないな、いいぜ。
じゃあ今回は、残念すぎるミス、事故で他界してしまった人たち12選、パート7、を紹介するぜ。お、今回は人気シリーズの最新動画なのね。そうだぜ、今回も現代人から歴史上の人物まで、目を疑うようなミス、事故でこの世から去ってしまった人たちについて解説するぞ。想像を絶する理由で言ってしまった人たちばかりだから、何が他界の原因になったのか予想しながら動画を見てみてくれ。一部、少し胸クソな事故や悲しい出来事についても解説しているから、苦手な人は注意してくれだぜ。わ、わかったわ。早速だけど、解説お願いするの。よし、それじゃあ本編スタートだ。ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、自分のいたずらが原因で行く、だ。何この、漫画のオチみたいなお話は。なんとこれ、日本に実在した歴史上の人物に関する話なんだぜ。この話の主は、鎌倉時代に第87代天皇となった、四条天皇だ。彼はわずか10年という短い期間しか在位していなかった天皇としても知られていて、なんと少年時代に最後を迎えてしまったんだ。その原因が、自分のしたいたずらだったってわけね。ああ、この時まだ幼くやんちゃ盛りだった四条天皇は、女官をわざと転ばせて遊ぼうと思ったそうだ。そこで、御所の中に滑りやすい石を巻いて見張っていたらしい。発想が現代の悪ガキと一緒ね。しばらく経ったものの、結局は誰もそのいたずらに引っかかってくれなかった。誰も引っかからずつまらないと思い、彼は部屋に帰ることにし、最後に石の滑り具合を自分で試してみたところ、自分が転んでしまい頭を強く打ってしまったんだ。これがギャグ漫画の中での出来事だったなら、笑い話で済むでしょうけど。予想の通り、そうはいかなかったぜ。この事故により四条天皇は数日間寝込んでしまい、その後この世を去ってしまったんだ。これはまさに、残念なミスって感じの出来事ね。現代社会でこんなことしたら訴訟沙汰になりかねないので、みんなは絶対にしちゃダメだぞ。次に紹介するのは、食材に食べられいく、だ。やばそうな事例だけど、文章だけじゃ何が何やらさっぱりね。この出来事は2014年に、中国、広東省の高級レストランで起きたぜ。ここでシェフとして働いていたパンファンさんは、予想外すぎる出来事のせいでこの世を去ってしまわれたんだ。食材に食べられ、って、よっぽど凶暴な動物を調理しようとしていたのかしら？ある意味では凶暴と言えるが、なんとその食材とはヘビだったんだ。へ、ヘビ、ちょっと意外だったわ。てっきり大型の肉食獣かと思った。この時彼は、インドシナ毒ハキコブラというヘビを、スープ用に調理しようとしていたんだ。下ごしらえとして、彼はヘビの頭を20分ほど前に包丁で落としていたんだが、なんと落とされたヘビの頭が、ファンさんの腕に噛みついてきたらしい。こわ、まるでもののけ姫のもろね。一部の人にしか伝わらないツッコミだな。実は、ほとんどの爬虫類は体を切断されたとしても、1時間くらいは体の機能が動くんだ。なので頭だけになったヘビが、料理人の腕に噛みついたとしても不思議じゃないんだぜ。凄まじい生命力ね。それで、パンファンさんはどうなっちゃったの？噛まれたと同時に厨房で悲鳴を上げ倒れてしまい、救急隊が到着する前に絶命してしまったらしい。インドシナ毒ハキコブラはとても強い神経毒を持っていて、呼吸器系を麻痺させ呼吸困難に陥ってしまうんだ。怖すぎ。みんなもご自宅にあるヘビを捌くときには、ヘビさんの生命力に注意してほしいぜ。ほとんどの人が、そんな機会めったにないと思うわ。次に紹介するのは、アイスを食べ、頭がキーンとなりいく、だ。アイスを食べるだけでいっちゃうなんて話、本当にあるの？それがあったと言われているんだぜ。これは18世紀後半に活躍した画家、ジャン・オノレ・フラゴナールの身に起きたお話だ。彼は、ブランコ、という作品を描いたことで知られていて、当時フランスを代表するほどの人気画家だったんだ。そんな人が、なんでこんなあっけない最後を迎えたのかしら？時代が移り変わったために民衆の絵の好みも変わり、フラゴナールは徐々に人々から忘れ去られていたんだが、ある夏の暑い日、彼はカフェで大好物のアイスを食べていたんだ。現代人もアイスが好きだけど、昔の人も好きだったのね。あまりの暑さに急いでアイスを食べたところ、頭がキーンとなり頭痛を感じたそうだ。よくあるわよね、氷系の棒アイスを食べると、よくなるわ。なんとこの時のフラゴナールはこの頭痛が治らずに、そのまま亡くなってしまったそうだぜ。そんなことってあるの？ちょっとアイスを食べるのが怖くなっちゃうわね。夏のアイスが原因で行くって嫌だわ。昔のことなので医学的なデータはわからないが、よっぽど急ぎすぎて食べたのか、この頭痛が原因となり、別の病気を併発してしまったのかもしれないな。気になって調べてみたんだけど、フラゴナールさんの件は相当レアだったみたいで、
一応現代ではアイスやかき氷を食べた時の起因って頭痛が原因で人が亡くなったことはないらしいから、アイス好きの人は気にせず、好きな時にアイスを食べてね。そうだな、この件はあくまで、一種の面白雑学として捉えてほしいぜ。次に紹介するのは、車の窓に挟まれいく、だ。うわ、なんか聞くだけでゾッとしちゃう出来事だわ。これは、ベラルーシのジャビンカという地方都市で2019年に起きた出来事だぜ。割と最近なのね。写真に写る女性はジャルコさんという21歳の方で、2児の母親だったんだが、ある日、自分のための誕生日パーティーを友達が開いてくれるということで、車で現地に向かったんだ。現地に着き彼女は車から降りると、2歳の娘を車から降ろすため、車の外側から、助手席側の半分開いた窓に身を入れたそうだぜ。うわ、この先を聞くのが怖い。この時、娘さんの手足などがスイッチに当たってしまったのか、いきなり車の窓が自動で閉まってしまったらしいんだ。彼女はそのままパワーウィンドウに首を挟まれてしまい、窒息状態になっていたそうだ。やがて旦那さんが女性を発見し、すぐに窓を壊して救助したそうだが、すでに意識不明状態となっていて、病院での治療が施されたが意識が戻ることはなく、8日後に彼女はこの世を去ってしまったぜ。誰にでも起こりうる、ゾッとする事故ね。これ、ちょっとしたものを取るときとかにやりがちな行為かもだけど、かなり危険だぜ。なんせ車のパワーウィンドウの力は凄まじくて、大根を切断するほどだと言われているからな。そんなものに体の一部が挟まれたと考えたら、恐ろしすぎるわ。それにしても、誕生日を祝ってもらうはずが、家族にとって悲しい結末になっちゃったわね。そうだな、車は思わぬ危険が伴う乗り物だから、面倒くさいからって横着するのはやめておいた方がいいな。次に紹介するのは、運転中にハンドルと股間を握り間違え、行く、だ。この圧倒的なおバカっぷり、さてはダーウィン賞受賞者ね。すごいな霊夢、正解だぜ。これは2016年にアメリカで起きた出来事で、この男性は、ズボンとシートベルトを着用せず、片手で自家発電行為をしながら車を運転していたんだ。この時点でヤバすぎる、運転中に自分磨きをするなんて異常すぎるわよ。彼はスマホで無譜な映像を見ながら運転しつつ、自分磨きに励んでいたんだが、ハンドルではなく股間を握っていたためカーブを曲がりきれず、車外に放り出され事故を起こしてしまったんだ。ギャグ漫画だとしても、やりすぎって言われるくらいの展開ね。もちろんこの男性は助からず、この世を去ってしまったぜ。なんで彼は車の運転中にこんなことしようと思ったのかしら、謎すぎるわ。彼はおバカすぎる理由で、かつ子孫を残さずにこの世を去ったことが称えられ、無事にこの年のダーウィン賞受賞者に選ばれたぜ。全く嬉しくない栄冠ね。続いても、なかなかの強者を紹介するぜ。夫とウィリアム・テルごっこをしていく、だ。一応確認するけど、ウィリアム・テルって、有名なあれよね。ああ、頭の上に置かれたリンゴを弓で射抜くあれだぜ。この事件が起きたのは1951年のアメリカで、犠牲となったのはジョアン・ボルマーという女性だ。彼女の夫はウィリアム・バローズという、人気の作家だったんだ。これだけ聞くと賢そうな夫婦なのに、死因はかなり間抜けよね。ある日、二人は自宅で酒を飲み酔っ払い、ジョアンは夫に、ウィリアム・テルごっこ、をしてほしいと頼むんだ。二人とも酔っていたため、夫は快諾。しかし彼らが使ったのは弓ではなく、ピストルだったぜ。弓だとしても十分やばいけどね。ジョアンは頭にグラスを乗せるが、酔っているためチャレンジが成功するわけもなく、夫の放った弾丸は、見事に妻の眉間を撃ち抜いてしまったんだ。FPS ゲームなら、文句なしのヘッドショットだわ。頭を撃ち抜かれたジョアンは、もちろんその場で息絶えてしまったぜ。悪いけど、これはおバカすぎるとしか言えないわ。ちなみに夫のバローズはこの件で警察に拘留されたものの、不慮の事故だったということで13日後に釈放されたぜ。うわぁ、こうならないように、みんなも酔った時に無謀なチャレンジに挑戦するのは、やめておいてね。次に紹介するのは少し胸クソな話になるが、結婚式の招待人数を間違えいく、だ。幸せな空間になるはずの結婚式で、一体何が起きちゃったのよ？こちらは2001年5月にイスラエルで起きた出来事だぜ。写真に写るケレンドロールは夫との結婚式を挙げるため、イスラエルのとある結婚式場の3階を予約。そこに700人のゲストを集めパーティーを行ったんだ。700人って相当な人数よね。大丈夫なのかしら？いや、それが大丈夫じゃなかったぜ。700人がダンスを行っていたところ、床の一部が突然落ちてしまい、フロアの大部分が崩落。結果25人が亡くなり、花嫁を含む380人以上が負傷してしまったんだ。前代未聞の大事故じゃない。犠牲者がこれだけで済んだことが、不幸中の幸いね。
この事件、悪いのは一体誰だったのかしら？警察によると、建物には技術的な欠陥があった、とのことだぜ。ただいくら結婚式とはいえ、700人を集めて一斉にダンスをする演出をした夫婦側にも過失がある気がするけどな。昔の出来事だったので、フロアの収容キャパがどのくらいだったのかなどの情報は見当たらなかったな。建物側が定めていた収容限界人数を超えて夫婦が人を招いてた可能性も、なくはないわね。日本ではこういうこと、絶対に起きてほしくないわ。次に紹介するのは、車にジェット噴射器をつけいく、だ。このスケールとアホさ、これもきっとダーウィン賞受賞者ね。さすが霊夢、正解だぜ。こちらは1995年にアメリカで起きた出来事で、とある男性が自分の乗用車にジェトーというジェット補助推進離陸装置を設置し、高速道路を走行したんだ。この人はなぜ車にジェット噴射器をつけようと思ったのかしら？さらなるスピードの向こう側を目指していたのかもな、知らんけど。彼が装置を使いものすごいスピードを出したところ、なんと車は離陸してしまい、高さ38メートルの壁に激突してしまったそうだ。すごい、ボーワイルド系の映画とか、グラセフってゲームの中の話みたい。当然この男性は亡くなってしまったぜ。これは、アホすぎて逆にすがすがしいくらいの生き方ね。それにしてもこの装置、車を浮かせるなんて相当のパワーだったのね。そうだな。なんせこの装置は重い軍用機を短い助走距離で離陸させるための推進力を与えるユニットだからな。それを車に使うなんて、オーバースペックにも程があるわね。まあ結果はともかく、ジェット機のための燃料装置を車につけて走ろうなんて、日本人にはない発想である意味すごいわ。世界には想像を絶するほどのおバカさんがいるってことだな。次に紹介するのは、自社の便利デバイスで事故リーク、だ。これって、セグウェイの話よね？正解だぜ。セグウェイは2001年に開発された立ち乗り型電動二輪車だぜ。この乗り物は近未来的でかなり注目されたが、その反面乗車時のコントロールが難しく、事故も結構起きていたんだ。日本だと、話題性はあったもののそこまで普及しなかったイメージよね。そうだな。そんな中、2010年にイギリス、ヨークシャー州の自宅近くで、当時セグウェイ社の社長を務めていたジム・ヘゼルデンさんが崖から川に転落し亡くなってしまったんだ。まさか社長さんはこの時、セグウェイを運転していたとか？そうだぜ。彼は前年の2009年にセグウェイ社を買収してオーナーになっていて、事故当時は自社製品の乗り心地を確かめるために、セグウェイに試乗していたんだ。その際に運転を誤り、高さ9メートルの崖下に転落してしまったらしい。これは不運すぎる事故ね。ジムさんはかなり苦労した末に成功を収め大富豪になり、亡くなるまでに約30億円相当の寄付や慈善活動を行っていて、人格者として知られていたんだ。そんな人が、まさかセグウェイを運転中に事故で亡くなってしまうなんて、セグウェイ社にとっても世間にとっても、とても大きい損失になっちゃったわね。次に紹介するのは、大量の毛糸に巻き込まれいく、だ。これは文章だけだと、ちょっと何言ってるかわからないわね。この事故は、1987年のアメリカ、コネチカット州で起きてしまったぜ。ウール工場のオーナーを務めていたポール・トーマスさんが、自分の工場内で予想外の悲劇に見舞われてしまったんだ。彼はこの日、糸巻き機を使って大きな毛糸の束を小さいリールに巻き直す作業をしていたんだが、ふとした際に操作を誤ってしまい、機械の中に落下してしまったんだ。工業用の機械にダイブしちゃうって、相当まずい状況ね。ああ、糸巻き機のパワーはものすごく、ポールさんごと730メートルもの毛糸を巻き取ってしまったという。その結果ポールさんは古代ミイラのように全身を毛糸でぐるぐる巻きにされてしまい、窒息死してしまったそうだ。現場に訪れた警察曰く、ポールさんはあっという間にミイラ巻き状態にされてしまっただろうということだったぜ。工業用機械のパワー、恐るべしね。次に紹介するのは、カバ退治に失敗し、行く、だ。そもそもカバって退治する必要もなさそうだけど、どういう状況？いやいや、カバは実は毎年500人の人間が犠牲になっているほどの危険な哺乳類なんだぜ。そしてこの出来事があったのは、古代エジプト時代だと言われているぜ。この時にエジプトを治めていたメネス王は、当時、悪魔、と恐れられていたカバを退治しようとしたんだ。怯える民衆のため、王が自ら剣を取ったというわけだな。やだ、メネス王さんかっこいいわ。しかし、残念ながらカバにはかなわず、メネス王はカバの下敷きにされてしまい、この世を去ってしまったそうだ。やだ、メネス王さんかっこ悪いわ。カバは体重1トンを超えるのに、陸上では時速40キロ、水中では時速60キロで移動できるとんでもない生き物だから、仕方ないぜ。しかも、人噛みで1トンの力が加わるほど顎も強く、
剣を持った程度で人間が勝てる相手ではないんだよ。ものすごい強さで噛みついてくる、乗用車みたいな生き物ってことよね。確かに絶対に勝てないわ。みんなも、カバに戦いを挑むのはやめておいた方が身のためだぜ。カバと戦わなきゃいけない日なんて絶対来ないだろうけど、一応気に留めておくわ。最後に紹介するのは、軽装で登山に挑んだ結果、行く、だ。写真には若そうな女性が写ってるし、大変な出来事だったんじゃない？ああ、そうだぜ。これは日本で2019年に起きた事故なんだが、注意喚起も含めて解説しようと思う。2019年9月8日、神奈川県横浜市在住の19歳女性会社員の T さんは、ちょっと登山に行ってくる、と、北アルプスの剣岳に一人で登山しに向かったんだ。彼女は頂上に達すると、登頂できた、と家族にスマホでメッセージを送ったのを最後に、連絡が取れなくなってしまったんだ。剣岳って、登山難易度が結構高い山よね？彼女は登山上級者だったの？いや、登山経験はないわけではなかったが、初心者だったようだぜ。女性はそのまま行方がわからなくなり捜索が行われ、4日後の9月12日に岩場で倒れている状態で発見されたぜ。どうやら滑落していたようで、その場で亡くなっているのが確認されたそうだ。女性には申し訳ないけど、これは軽率すぎたわね。この事故が起きた時、ご家族が SNS で呼びかけを行っていたんだが、女性の服装に注目が集まったんだ。彼女はなんと、白い T シャツ、紺の短パン、黒のスパッツという軽装で剣岳に向かっていたんだ。さらに、難易度の高い山の登頂にいるにはふさわしくない時間帯に登山していたことも判明。彼女の安否を気遣う声と同時に、軽率に登山に臨んだことや、それを許した親御さんへの苦言もあったそうだぜ。これは仕方ないわよ。登山経験者からすれば考えられないくらい危ない行為みたいだし。そうだな、そもそも一人での単独登山自体が推奨されていないからな。この女性は日頃から一人で海外旅行に行ったりとアクティブだったそうで、それがあだとなり、悲しい最後を迎えてしまったという。もっといろいろと準備して登山していれば、こんなことにはならなかったのかもね。そうだな。最近は SNS の影響で、キャンプや登山にチャレンジする人が増えているそうだが、こういった自然相手の趣味には危険がつきものだということは、絶対に忘れてはならないぜ。自分や周りが悲しい目に遭わないためにも、大事なことよね。残念すぎるミス、事故で他界してしまった人たち11選、パート8。どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、うんつく赤まんじゅうよ。広島県の方言で、のろま、まぬけ、って意味の言葉じゃない。こんなに効率的で賢い赤まんじゅうちゃんに対して、なんてこと言うのかしら。またひどいこと言ってきた代わりに、今日も何かゾクッとすることを教えてよね。ふふ、仕方ないがいいぜ。じゃあ今回は、残念すぎるミス、事故で他界してしまった人たち11選、パート8、を紹介するぜ。これは私たちのチャンネルの中でも、人気シリーズの一つよね。ああ、今回も過去の偉人から現代人まで、目を疑うほどのミスや事故によってこの世を去ってしまった人たちについて解説していくぞ。予想外な理由で行ってしまった人たちばっかりだから、何が原因で他界してしまったのか考察しつつ動画を見てみてくれ。一部、胸クソめな事件や悲しい事故についても紹介しているから、苦手な人は注意してほしいぜ。OK よ。じゃあ、早速だけど解説お願いするの。うむ、任せろだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず紹介するのは、クローゼットに隠れたせいで行く、だ。一発目から、理由が謎すぎるケースが来たわね。これは、2013年にアメリカ、コロラド州で起きた出来事だ。写真に写る女性、プレミラ・ラルさんは、ボーイフレンドのネレック・ラレイさんとはいえもご近所同士でとても仲が良く、ある日、ラルさんは彼の家のクローゼットに身を潜めて、彼を驚かせようとしていたんだ。これはいわゆる、ドッキリってやつよね。ああ、そして夜にギャレイさんが帰宅し、ラルさんはクローゼットから思いっきり飛び出しいたずらを行ったんだ。ところがギャレイさんは物音に驚き、彼女を強盗と勘違いしてしまったんだ。彼はとっさに銃をつかみ、彼女であるラルさんを誤って撃ち抜いてしまったという。うわぁ、かわいそうに、彼女はどうなっちゃったの？ラルさんはすぐに病院に搬送されたが、わずか1時間後に帰らぬ人となってしまったぜ。カップル同士の微笑ましいいたずらのはずが、最悪なことになってしまったわね。ラルさん的には恋人同士の悪ふざけのつもりだったんだろうけど、銃社会であるアメリカではこういう悲劇が結構起きているんだ。今は SNS や動画文化が発達して一般人でもこういう、悪ふざけ映像を撮ったりしやすくなってるけど、
驚いた相手が何を起こすかわからないし、絶対良くないわよね。まさにそうだな。みんなもぜひ気をつけてほしいぜ。次に紹介するのは、セイウチに引っ張られ行く、だ。これも、どんなシチュエーションで起きたか謎すぎる出来事ね。こちらはある意味、私たちの身にも降りかかりかねない恐ろしい事故だぜ。この出来事は2016年5月に、中国にある動物園で起きたそうで、ジアさんという男性が SNS に映え写真を投稿するために、園内のプールで飼育されているセイウチに接近してツーショットを撮影したんだ。どこの国でも、過剰に、映え、を求める人が後を絶たないわね。写真を撮り終えた直後、なんとジアさんはセイウチに背中をつかまれ、そのままプールに引きずり込まれてしまったんだ。え、嘘でしょ？怖すぎる。すぐに飼育員の男性が異変に気づき、男性を解放するためにセイウチを竹の棒で叩くがうまくいかず、飼育員はプールに飛び込みジアさんの救助に向かったんだ。セイウチはジアさんを解放したが、すでに彼の息はなく絶命していたらしい。セイウチのパワーはすごそうだもの、仕方ないわ。飼育員さんはどうなっちゃったの？セイウチは次に飼育員さんを水中に沈め、1.3 トンもある体重で男性の上に数分間覆いかぶさったそうだよ。飼育員さんも、そのまま帰らぬ人となってしまったという。自撮りが原因で、二人とも亡くなってしまったのね。けど、セイウチはなんでこんなことしたのかしら？撮影のフラッシュに驚いちゃったとか？いや、園の見解ではセイウチは男性と遊ぶつもりでプールに引きずり込んだらしい。10年以上もこのプールで育てられた子で、とても温厚な性格だったそうだから攻撃するような意図はなかったみたいだな。そうなのね。じゃあいくら動物園とはいえ、これは不用意に動物と接近しすぎた男性にも非があると思うわ。私もそう思うぜ。巻き添えを食らってしまった飼育員さんが不憫でならないな。次に紹介するのは、月をつかみ取ろうとしていく、だ。この現代では考えられない意味不明さ、これはきっと歴史上の偉人のお話ね。さすが霊夢、正解だぜ。これは李白という、大昔の有名な詩人に関するお話だ。李白は700年代、中国の青銅器に実在した人物で、中国最大の詩人の一人と言われていて、詩仙、と称えられているんだ。ものすごく偉大な人なのね。そんな李白だが、62歳の時に突然すぎる最後を迎えてしまうんだ。彼はある日、船に乗りながらお酒を飲み、いい感じに酔っていたんだが、水面に映った月があまりにも綺麗で、それを捉えようとしたらしい。水面に映る月が綺麗だなんて、詩人ならではね。ところが、彼は月をつかみ取ろうとしたせいで船から落ちて溺れてしまい、この世を去ってしまったそうだ。詩人すぎたがゆえに、詩人になってしまったのね。うまいこと言えてるようで、そうでもないぞ。うるさいわね。とまあ、詩仙とまで称えられた人としては残念な最後の気がするが、実はこれは事実ではなく、本当は病の末に倒れてしまったという記録がある、とする説も存在するぜ。どちらが真実なのかしら？歴史に詳しい人がいたら、ぜひ考察をコメントしてほしいわ。次に紹介するのは、菓子パンを食べ過ぎてしまい行く、だ。いくらなんでも、これはわんぱくすぎよ。これは現代の食いしん坊キッズの話かと思いきや、歴史上の偉人の身に起きた話なんだぜ。この人物はアドルフ・フレドリクといい、スウェーデンのホルシュタイン・ゴットルプ王朝の初代国王だぜ。とても偉い王様なのね。彼は1700年代後半に国王の座についていたんだが、無類の大食漢でもあったんだ。今だったら国王系大食い YouTuber としてやっていけそうね。国王がそんな配信するの、さすがに許されないだろ。話を戻すが、彼は1771年2月12日の夕食でとんでもない大食いをしてしまうんだ。アドルフ王はロブスター、キャビア、ザワークラウト、燻製ニシン、シャンパンを食べた後、スウェーデン伝統のスイーツであるヘイトベッグという菓子パンを1、4人前も平らげたんだ。すごいわ、現在の大食い配信者さんたちでも勝てなさそうな食いっぷり。だがその代償は大きく、彼はその晩のうちに消化不良を起こし、そのまま帰らぬ人となってしまったんだ。これだけ好きなものを食べまくっていけたなら、ある意味で幸せな最後だったのかも。ヘイトベッグはかなりうまそうだけど、さすがに1、4人前は食べたくないよな。次に紹介するのは、ライブ中にキングコブラに噛まれ行く、だ。またもや文章だけじゃ意味不明すぎるケースきたわね。こちらは、2016年4月にインドネシアで起きた出来事だぜ。犠牲になったのはイルマ・ブレさんという29歳の女性歌手で、彼女はダンブットというジャンルのアーティストでありつつ、ステージ上で大きな蛇を使ったパフォーマンスをすることで人気を得ていたんだ。蛇と一緒に歌ったり踊ったりしてたってこと？そうみたいだぜ。大型の蛇を首から下げて歌唱したり、蛇に語りかけたりしていて、それと彼女のセクシー系のパフォーマンスが絶妙に掛け合わさっていたんだとか。
世界には、まだまだ知らない人気ジャンルがたくさんあるのね。事故当日の話だが、ライブ中にユマさんは誤って、首にかけていたキングコブラの尻尾を踏んでしまったらしい。キングコブラって、猛毒を持つ蛇よね。そうだぜ。観客曰く、怒ったコブラはすかさずイルマさんの太ももに噛みついたそうだ。ひえ、大事故じゃない、すぐに治療しないと。常駐していた蛇使いにより毒はすぐ吸い出され、さらに解毒剤を打つことを勧めたぜ。だけどこの出来事がライブ開始からわずか2曲目に起きたこともあり、彼女は注射を打たずにライブを続行するんだ。けど約45分後に彼女は突然倒れてしまい、治療が施されるもこの世を去ってしまったぜ。やば、こんなの目の前で見たらトラウマよ。このコブラはショーのために牙を抜かれていたらしいが、こういった悲劇が起きてしまったらしいな。何かしらの手違いがあったのかしら？みんながもしコブラに噛まれた時は、すぐに病院に直行してね。そんなことめったにないと思うが、一応気をつけるぜ。次に紹介するのは、ビーバーに近づきすぎていく、だ。またもや動物関連ね。しかも今度は、可愛い動物。この出来事は、2014年にベラルーシで起きたぜ。友人と湖に釣りに来ていた男性が、現地で1匹のビーバーを発見したんだ。ビーバー、やっぱり可愛いわ。男性もきっとそう思い、自前のスマホで動画を撮影し始めたんだ。ズームした映像を残したいと思い彼が近づくと、ビーバーの態度が豹変したらしい。盗撮されて怒っちゃったのかしら？そうだとしたら、まるでどこかの人気 YouTuber みたいだな。ビーバーは警戒モードになっていたようで、撮影に夢中だった男性を襲ったそうだ。彼は物を深く噛まれてしまい、傷は動脈にまで達しており、出血多量に陥り命を落としてしまったという。いくら見た目が愛らしくても野生動物、恐ろしいわね。そうだな。ビーバーは齧歯類の中でも2番目に大きくて、歯は大木を10分ほどで削り倒すほどの力を持っているぜ。野生、飼育されているに関係なく、動物に安易に近づくのは良くないってことね。次に紹介するのは、母親の棺に押しつぶされいく、だ。これも一体、現地で何が起きていたのよ。こちらは2018年にインドネシアで起きた、かなり不運な出来事だぜ。この時、40歳の男性は自分の母親の葬儀を行っており、他の喪主たちと一緒に棺桶を抱えて寺院に運んでいたんだ。他のご兄弟やご家族たちと一緒に出棺していたのかしら？おそらくな。しかし、寺院のはしごを登っている途中、なんとそのはしごが崩れてしまったんだ。不意にも、母親のご遺体が入った大きな棺が、男性の頭を直撃してしまったという。へ、最悪すぎるアクシデントだわ。男性はすぐに病院に運ばれたが亡くなってしまい、母親の隣に埋葬されることになったそうだぜ。これは残念とは言えないけど、悲しいミスよね。だな。まさかお母さんも、自分の入った棺桶が息子の命を奪ってしまうとは思わなかっただろうな。日本ではあまり起こらない事故かもだけど、悲しくなっちゃうわ。次に紹介するのは、地雷でロシアンルーレットを飼育、だ。この馬鹿げた理由での最後、きっとダーウィン賞受賞者のケースね。今日の霊夢は勘が鋭いな、正解だぜ。こちらは1999年にカンボジアで起きた出来事だ。3人の男たちがカフェでお酒を飲んで盛り上がっている中、裏庭で対戦車用の地雷を発見し、そのうちの一人がロシアンルーレットをやろうと言い出したらしい。対戦車用の地雷でロシアンルーレットなんて、正気かしら？きっと、かなり酒に酔っていたんだろうな。カフェの客らは何が起きるかを予想して店内から避難をしたらしいが、数分後、大爆発とともに全てが吹き飛び、3人全員がこの世を去ってしまったそうだぜ。当たり前の結末すぎて、なんと言ったらいいやら。現場の衝撃は凄まじかったらしく、現地紙によると、爆風は全てを吹き飛ばしてしまい、彼らの妻は夫の肉片すら見つけることができなかった、そうだぜ。ここは、戦車用に作られた地雷なんだし、当然よね。いくら酒に酔っていたとはいえ、ちょっとおまぬけすぎるよな。後から聞く分には、まさにダーウィン賞受賞者って感じのおバカさ加減で嫌いじゃないけどね。次に紹介するのは、ボートの端に偏りすぎていく、だ。これはきっとだけど、現代に起きた事故っぽそう。正解だぜ、しかも2017年とかなり最近に起きているんだ。インドのマハーラーシュトラ州にあるため池で11人の乗客を乗せたボートが転覆してしまい、そのうちの8名が亡くなってしまったんだ。乗客のほとんどが亡くなるって、大事故ね。で、この船が転覆した原因が、乗客の自撮り、にあったんだ。記念撮影のためにボートの前側に人が集まったせいで、重量のバランスが崩れてしまい、ボートは転覆。11人全員が生きたまま海に投げ出されてしまったんだとか。そのうち8名が帰らぬ人となってしまったんだ。ボートも小さそうだし、これは自業自得というしかないかもね。
そうだな。しかも彼らはこの時酒に酔っていて、このため池はそもそもボートの使用が禁止されていたんだ。そんな場所でボートを使用し、来れなかった仲間のためにセルフィーを撮影しよう、となり、結果ボートごとひっくり返ってしまったというわけだ。きっと、彼らは陽キャ的なキャラだったのかしら？禁止されている場所で調子に乗った行動をしたら痛い目を見るってことよね。気をつけないと。次に紹介するのは、キスマークをつけられたせいで行く、だ。キスマークって、カップルがつけるあれよね？ああ、詳しくは言及しないが、それだぜ。2016年メキシコに住む17歳の少年はある日、彼女に首筋にキスマークをつけられたんだが、なんとそれが原因で脳梗塞を発症し、亡くなってしまったそうなんだ。え、そんな重篤な病状を引き起こしちゃったの？なんで？医師の見解によると、女性が少年の肌を吸引した際に血栓ができてしまい、これが少年の脳に回ったことで、脳梗塞を引き起こしてしまったそうだよ。こんなことになっちゃうケースもあるのね。そうなんだ。実はこの行為、肉体的な損傷を起こしてしまう事例が結構報告されているらしい。2010年に44歳の女性がいつの間にか腕が動かなくなり、軽度の脳梗塞に陥っていたことがあったんだが、その女性の首にも、吸引、が原因となるあざができていたそうだぜ。たまたま動脈の上を吸引されていて、それで血栓ができてしまっていたそうだ。かなりレアなケースかもだけど、こんな怖いことが起きるなんて、愛情を表現し合うのも、ほどほどにしないとということかもな。最後に紹介するのは、銃弾を辞書で防ごうとしていく、だ。これは、何か事故に巻き込まれてしまったケースかしら？いや、あるカップル配信者が、バズりのために下手をこいてしまった話だぜ。2017年3月、アメリカ、ミネソタ州でモナリサ・ペレスという20歳の女性が、恋人の男性を誤って銃で撃ち命を奪ったとして逮捕されたんだが、その理由が呆れたものだったんだよ。もしや、彼女たちは YouTuber だったとか？当たりだぜ。彼女たちは当時登録者2万人ほどのチャンネルを運営していて、50口径デザートイーグルの銃弾を分厚い百科事典で防ぐ、というネタを思いつき、恋人のペドロさんの胸に本を当て、実際に実行してみたそうだ。嘘でしょ？彼女たちは本気で、銃弾は貫通しないと思っていたらしいぜ。だが無情にもペレスさんの放った銃弾はペドロさんの胸を百科事典ごと貫いてしまい、ペドロさんはこの世を去ってしまったんだ。これはさすがにアホすぎるわ。そもそも、なんで彼女たちはこんな危ないことしでかしたの？もっと再生数が欲しい、有名になりたいと思い、この企画を実行したらしい。再生数も人気も、命あってのことなのに。実際にはこの企画を思いついたのは亡くなったペドロさんだったようだけどな。彼女は当時、すでに幼い子供がいて二人目を妊娠中だったが、この罪により禁錮6年の刑が科されたらしい。ママがこんな理由で服役中って知ったら、子供はどんな気持ちになるのかしら。まったくだよな。バズるために無茶する配信者は今でも少なくないが、こういう事例はできるだけ減ってほしいものだよな。ということで以上が、残念すぎるミス、事故で他界してしまった人たち33選総集編パート2、だったぜ。残念な理由で行ってしまった人たちをまとめて見てみると、圧巻だったわね。そうだな、どうしようもないミスで他界した人もいれば、私たち自身の身に起こってしまいそうな事故で行ってしまった人たちもいたな。この動画が、みんなの生活の中での注意喚起に役立ってくれていたら何よりだぜ。ということで、今日の動画はここまでだ。動画への感想やご意見など、気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただき、ありがとうございました。この他にも、おすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それでは、またね。